クリアティーって言われてクリアティーって言ってもうほとんど会話になってくれる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。Cの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表の篠崎です。さて、カットが始まろうとしています。冒頭にあった通り、バチッとしたぎっちりしたボブをカットしていきたいと思います。見ての通りノーテンションで切るんですけども、ノーテンションで切れるっていうことですね。ハサミがすごく切れないと難しいんで、ハサミの手入れが非常に大切になります。そして、通常はですね、バッグが3段、1段目が耳の上の場所ですね、耳上部っていうふうに呼んでるんですけども、そちらで1つ、そしてそれから一番上までトップの間を2分割して、3ブロックで、サイドは真ん中あたり、鉢のちょっと下あたりですね、で分けて2ブロックっていう風なブロッキングの取り方をして、それぞれまずノーテンションでカットしていきます。今何をしているかというと、これね、よく見てもらうと分かるんですけども、髪の毛持ち上げてですね、内側の、生え際ですね、なんていうんですかね、一番癖の強いところを、これ 50% のセニングなんですけど、でこうジョキジョキって言って、ある程度取っちゃってる状態ですね、縁取りっていう風に言ってるんですけども、これをやることでですね、一気に締まりが良くなります。2段目も下ろしてノーテンションで切るんですけども、ノーテンションで切るときにフォーミングでしっかりまっすぐ下に下ろしておくのがとても大切っていうことはですね、ウエットをしっかりするっていうのもとても大切です。以前も何回か質問をいただいたんですが、コーム その目の粗さですね、これはですね、リングコームみたいに細かいものだとちょっとテンションがかかりすぎてしまうと思います。かといってすごく粗いとですね、やはり必要なテンションがかからないので、適度なもの、これはねなかなか難しいんですけれども、道具の紹介をしているところで紹介してますので、リンクがね貼れれば貼っときたいと思いますので、ぜひご覧ください。
レングスとかのねカットを練習した方ならわかると思うんですけれども、目線が近いとですね平行感覚がすごく分かりづらいので、少し離れて客観的に見たりとか、それからですね鏡の垂直を見たりとかして対比で、髪型を見てもらうと水平とかですね、そういったのがすごく分かりやすくなるので、ちょっと離れて見るというのが、コツになるかもしれません。サイドへのつながりなんですけれども、気持ち前下がりにしたい場合には思ったよりも前下がりをきつく取っておかないと最後に上がってしまいますので、最初にノーテンションで切った時にはちょっと極端に前に下がるぐらいに下げておいた方が危なくないです。アウトラインのカットは終了しました。今度はオールバックにコーミングしてバックの位置で出てくる毛をチェックしていきます。そしたら今度は、両サイドでワンレングスで切っているのでトップがとんがります。そのとんがったところをカットすることによって分け目が変わっても、そこそこ対応できるような状態を作ります。全体のベースカットが終了したのでセニングに入ります。意外とですね毛が多い方なのでしっかり量を減らしたいんですけども、毎回毎回僕の YouTube を見ていただいている方はわかると思うんですけども、まずですねカットラインに垂直クロスですね、クロスの状態にして量感を取ります。量感というのは全体の量を減らすということですね。量感と質感、質感というのは毛先を自然にぼかしていくやり方、ここをですね別に考えないとセニングの使い方とかねその辺がうまくいかないんです。なるべく、分けて考えて最初に量感をしっかり落としていくことが大切です。量感をしっかり落とせば毛先の質感はさっとぼけてくるので、まずは量感、量感が取れないとダメですね。
鉢の上の量を減らすというのもですね、全体の重さを減らすためにはすごく大切なんですけども、もちろん攻めすぎれば立ってしまうし、非常に危ないところではありますが、こう見てわかる通り、こうちょっとね、セニングを間引くような感じで、どこまでこうね、元に攻め込むかっていうのはね、これはね、経験でしかないんですけども、攻めていかないと、どこまで攻めていいかっていうのもわからないので、ある程度ね、大丈夫かな、大丈夫かなって思いながら攻めることですね。攻めることで、まあ、エラーもすることもあると思いますけども、大体のこの感覚というかですね、そういったのが磨かれてくると思います。これでカットが終了になります。このウエットの状態のカット、それからセニングの状態でタイム的には15分になります。僕はですね、カットっていうのは単純明快にやった方がいいと思っていて、特にサロンワークっていうのは、シンプルスピーディーにやることが大切だと思います。で、私のカットは変な難しいことは一切やらないので、カット自体は早いんですけども、ここからですね、ここからが問題で、特にこういったボブの場合ですね、可動範囲、要するに風に吹かれたりとかした時に形が崩れてしまうボブっていうのはやはりうまくないと思うので、ドライにした状態でどのくらいインナーを削って動いた状態でも綺麗にいられるようにカットできるかっていうのがすごく大事だと思うんですよ。ここからですね、ここからしつこくしつこく出てくるところをつっついていくという作業が待っています。ではカラーリングやっていきたいと思います。はい、カラーが終わりまして、これからドライカットになります。ですけれども、意外とですね、ドライした結果、まあ、ウェットのところで、まあ、インナーグラデーションというか、うまく入ってくれたおかげで、そんなに出てこなかったので、バリカンで、ドライヤーで動かしながら、出てくるところをバリカンで取っていくというやり方にしています。出てくるところというのは、まあ、あの襟足の部分で生えてる生え際のところもあるし、上から落ちてくるところもあるし、まあ、バリカンでこう、なんですかね、こう、削ぐようにですね、取っていってるっていう感じです。
前髪もドライにした状態でカットします。まあ、ウエットの段階でカットしちゃうことも多いんですけども、まあ、今回はドライにしてからカットしてます。まあ、どっちでもいいと思うんですけどね。ただ時短を目指してやってるんだったらば、ウエットの時に前髪もある程度切っちゃった方が早いとは思います。という感じの説明をして、でですね、こう巻いたりとか、今ストレートアイロンでツヤだけ出してるんですけども、それをする前の段階、乾かしただけでこうなりますよっていうのをまず説明してからのスタイリングというのが大切ですね。ストレートアイロンで軽くツヤ出しと丸さを出しています。ある程度ざっくりと上からパーッとこうツヤを出して内巻きにした後に、内側だけちょっとねこう避けるような感じでブロッキングをして、裾の方も軽く曲げて終了という風になります。やはりですね、少し曲げるとですね、サイドの方が上がるので、もともと思っていた前下がりよりもやっぱりこう少なくなって、ほぼ平行ぐらいになったと思うんですよね。これが一応本人希望と同じぐらいというふうになります。もしこの動画良いと思いましたら、チャンネル登録、そしてグッドマーク、ぜひよろしくお願いします。
またサロンワークの動画公開していきたいと思いますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。それではこれで失礼いたします。さようなら。